県の6月補正予算案は一般会計で98億5700万円主な新規事業ではすでに実施している一次産業の業者を対象に年油代の一部を補助する事業に新たに茶工場を加えますまた中小企業向けの経済変動対策貸付として新たに50億円の融資枠を設けます 地域経済の活性化のため、25%のプレミアム付きの電子食事券を発行する事業も取り入れられました。発行総額は100億円分、県の安全・安心認証制度の認証を受けた飲食店8000店程度で、8月中の利用開始を目指す計画です。このほか、新型コロナの自宅療養者の増加に合わせ、 健康観察の対応人員を倍増するなど対策事業費として全体で17億4800万円違法盛り土対策として情報を地理情報システムで一元化し市や町などの関係機関と共有するシステムの費用として450万円が加えられました。一方当初予算のの審議の際に 県議会自民会派の反対で削除される形となった対外関係担当の補佐官の任用について批判を浴びた報酬の月額制を日額制に修正するなどして改めて盛り込みました補正予算案は14日開会予定の県議会6月定例会で審議されます。今 のの予算には3つの柱があります、えー、すなわち原油価格物価高騰等への緊急対策と、新型コロナウイルス感染症への対策と、脱炭素社会実現への対策で編成をしましまた一方、静岡市は、6月補正としては政令市以行後、2番目の規模となる。 一般会計七十億九千万円の予算案を、二日開会の市議会に上提します。内訳は、原油価格・物価高騰対策として五十七億七千万円。新型コロナ対策として十六億一千万円。 脱炭素社会の実現に2億7000万円となっています食材の値上げが懸念されることから市内の子ども園や小中学校の給食の食材料費のおよそ10%を確保市民が省エネ性能4つ星以上の冷蔵庫やエアコンを購入する場合その価格に応じて1万円から3万円を補助します また浜松市の鈴木康友市長は5月補正予算案の一般会計におよそ39億円を追加すると発表しましたこのうちスマートフォンなどの電子決済サービスを活用したポイント還元事業には15億円が計上されています市のポイント還元事業はこれで5回目で利用者1回あたり支払い額の20%程度を還元し 8月頃の実施を予定しているということですまた食材費などが高騰していることから市内の幼稚園や保育園、小中学校の給食費で保護者の負担を軽減するため1億6000万円余りが計上されました5月補正予算案は10日の市議会本会議に上程されることになっています